そのプロテインの飲み方、間違ってます。え？皆さんこんにちは、マメです。タマです。今回は、プロテインの本当の正しい飲み方をお話ししていきます。いやいやいや。どんな飲み方飲みそうじゃん、お前。まずそもそも、プロテインって何ですかと。プロテインっていうのは、タンパク質っていうのを英語にしたら、プロテイン。だからプロテインって、飲んだら痩せると、うん。うんうんうん。勝手に筋肉もりもりになる。めちゃめちゃ思ってた。思ってたでしょ。めちゃめちゃ思ってて、そのうちの騙された被害者が俺だ。俺もだ。お前もか。俺もだ。違うのよ、うん。肉とか魚に入っているタンパク質の同じ成分を粉にしたものがプロテイン。へぇ、じゃあ魔法の粉じゃないってことではない。そう、だからそもそもプロテイン飲めば痩せるとか筋肉はつきません。あくまで食品の補助。つまりは魚や肉とかで食べてれば飲まなくていいってことだね。そう、はい。そもそもプロテインって別に飲む必要性はない。なるほど、なるほど。そう。食事で取ってれば、うん、OK。あくまで食事で取れなかった時に、うん、補助で飲むっていう認識をまず覚えておいてほしい。まあ、とはいえ、筋肉を作るには、タンパク質が必要です。まあ、そもそもなんで、タンパク質が必要かと。確かにね。根本的な、ね。根本的なね、うん。タンパク質って、うん、まあ、三大栄養素。まあ、脂質、炭水化物、うん、タンパク質って言われるけど、髪とか爪をこう成長させるためにも、絶対に必要な栄養素だね、うん。なるほど、なるほど。プラス筋肉を作る上でも、タンパク質が必要だから、飲む。そもそもタンパク質は、筋肉を作るために必要な栄養素ってことか。そういうこと。わかりやすいです、先生。ありがとうございます、先生。今、この空気感じゃ何よ、今先生と先生立ってんだろ。ところでさ、うん、肉や魚からさ、タンパク質取れるのに、うん、じゃあプロテインって飲むメリット何よ。メリットありますよ。3つあります。何、うん、まあ、1つ目、まあ、消化吸収が早いっていうのがありまして、うん、例えば肉とか魚とかだと食べてから栄養になるまでちょっと時間かかっちゃうんだけど、うん、まあ、プロテインとかだと吸収が早いから、まあ、すぐに栄養になる、うん、それいいね。そうだから筋肉にもいい。で2つ目が、どこでも飲める。まあ、結構さ今って忙しい、うん、しい人多いじゃん。うんうんうん。でも例えばプロテインだとかだと、朝ごはん食べる時間なくても飲む時間ぐらいは確かに、ね、取れるから、うんうん、作業しながらも確かに飲めるしね。3つ目が、高タンパク低カロリーだから、基本プロテインっていうのは余分なものが入ってないから、うん、タンパク質だけを取りたいっていう人にはメリット。なるほど、うん、じゃあもう場面とかその、まあ、臨機応変に飲むっていうのが一番大切なんだ。そういうこと。分かったよ先生。俺も分かった先生。だから先生と先生だとやばいな。畑かかしとお前マイトガイみたいな感じなんだよ。ちょっとわかる。やるとにわか多分。続いて二つ目です。二つ目は、プロテインの飲むタイミングです。基本的には1日3回だと思ってください。じゃあこの3回、いつ飲むのっていう話です。今でしょ。まず一つ目が、起床後、起きてからすぐです。寝てる間に筋肉っていうのがしぼんで枯渇しちゃってるんですよ。そこに栄養を与えてあげる、うん、そのために起床後飲んでください。お腹空いてるよって感じだね。そう、お腹空いてるよって。筋肉もやっぱね、お腹空いちゃってるからご飯あげないといけないの。続いて2回目がトレーニングの前後です。トレーニング前には、うん、トレーニングするってなったら筋肉にやっぱパワーを与えてあげたいんですよね。なるほど。そう、その前に事前に1時間前ぐらいにプロテインを飲んであげる、うん、そしたらしっかりとトレーニングに挑めるんで元気になるのね。元気になる。おう。あと、トレーニング後は、今度は疲れちゃってるんですよ。だから、それを筋肉を今度休めて回復させるために、プロテインを与える。めんどくさい生き物なの、お前。そう、こいつめんどくせんだよ。で、三つ目が、食感。まあ、感触ですね。筋肉ってやっぱわがままな、こいつ。常にお腹空いたら、くるくるくるって言うの。だから、よく感触とかで、デザートとかなんか食べるってなったら、プロテインをあげた方がマシです。あ、代わりにね。そう、変わる。で、期限だから、すぐ期限損ねちゃう。なるほどね。そう。なんか、お腹空いたなって思ったら、プロテインを飲む。それぐらいの気持ちで。めちゃめちゃわがままな女じゃん。いるんよ、こいつ。あ、なるほどね。はい。何でもくれくれってな。そうそう。こう、ちょっとわがままな女性を扱う。そんなイメージ、筋肉。ああ、なるほどね。今、このわがままな女性を気分良くするためには、どうしたらいいのかな。それを一日の中で考えたら、起床後、うん、トレーニングの前後、食感。ほうほうほう。なるほど、なるほど。ただし。ほう、ただし。ここで例外があるんですよ。寝る前に飲むか飲まないか。うん、結構論争だね。あるね。あるんだよ。うんうん、寝る前に、やっぱこう、筋肉枯渇するっていうぐらいだから、その前に飲ませてあげるのか、飲んだら、睡眠の質が浅くなって、むしろ体筋肉を休めてあげられてないんじゃない、はいはいはい、そんなこともある、はいはいはい、だからこれはもう臨機応変、個人差がある、そんな感じで飲むタイミングはあります、うん、なるほどね、うん、今日3回と。そう、続いて3つ目、はい、飲む量。飲む量を、うん、確かにどんだけ飲んだらいいかっていうのが分かんないよ。基本的に筋トレをしてない人、まあ、最低限の、まあ、髪とか爪とか成長を促すためには体重 ×1g 必要って言われてる。なるほど。ただ筋肉をつけたい皆さんは体重 ×2 倍以上。なるほどなるほど。最低2倍。 60kg の人だったら 120g、 例えば牛丼1杯、うん、30g。
おうおう、まあんまおすすめしないんだけど脂質多いから、はい、例えば朝昼晩取ったら 90g じゃん、33、33、そうだね、でもさ30足んない、そういう時に飲むって。なるほどね。やっぱ最初はね、意外とタンパク質食材が取るの難しいなとかって思うんだよね。だって胸肉 100g で 20g しか入ってないから。そうだよ、体重 60kg だったら6回、6回取るってことでしょ。6回、結構しんどいよね。結構しんどい、はい、プロテインって便利なの？便利だよね。便利便利、はい、じゃあ4つ目です。プロテインの選び方。プロテインにもいくつか種類あります。ソイプロテイン、まあ、植物性のものとか、ホエイプロテインとか。ただ筋肉をつけやすいホエイプロテイン、これ一択。一択だね。一択、一択。目的にももちろんよるんだけど、うん、体型維持とかダイエットとかだったら植物性のソイプロテインとかの方が良かったりするし、うん、筋肉をつけたい、ここが目的だったらもうホエイ、ね、ホエイプロテインにも WPI と WPC っていう違いがあるんですよ。難しいんですね。ちょっと難しいよ。ちょっと勉強難易度上がります。わからないよ先生。さあ耳をかっぽじって聞いてくれ。かしこまりました先生。いや、生徒だわ。この2種類 WPI と WPC の違いってじゃあ何なのかっていうと、うん、WPI に関してはタンパク質以外の無駄なものっていうのは入ってないんです。ほぼ純度がすごい高いプロテインだと思ってください。ほうほう。だけどなんですよ、いいものには裏がある。その分ね、いいからこそ高いんだよね。ああなるほどね。そう、なるほどなるほど。だから本当に金銭的に余裕があるとか、うん、そういう方はもちろんお勧めしたいんだけど、うん、学生とか社会人とか筋トレやりたてっていう方にはあまりおすすめはできない。で WPC は逆にまあタンパク質が 70% 入ってるんだけど、うん、他がね残留物入っちゃってる。なるほど。 30%、 さっきのは 90% タンパク質入ってます。あ、なるほどね。そうだからちょっと残留物入っちゃう。ただ一方で安い、ここがやっぱ一番のメリットかな。なるほどね。でやっぱねこっちをね飲むと、まあ人にももちろんよるんですけど、うん、お腹をちょっと壊しやすい。だからお腹が弱い人は WPC よりちょっとお金かけて WPI のプロテインを買った方がいいかもしれない。はいはい、なるほどなるほど。まあプロテインも本当にたくさんの種類もありますし、スペックもたくさんあるんだけど、うん、一番大事なのは継続なんで。継続。自分の好みの味と金額、ちゃんと継続して払える金額っていうのが大事。で、その上でスペックとかを選んでいった方がいいと思います。本当にお腹壊しやすい人はね、WPC 買ってもお腹ずっと壊してても多分継続できないし。意味ないしね。そうそう。そういう人はね、ちょっと頑張って WPI 買って、めちゃめちゃ追い込んで、うん、ちゃんと見返りのある投資をしよう。最後に僕らのおすすめのプロテインを紹介します、はい、ちょっとねでかいんだけど、やだー、でかっ。ベリベリベリ味、これね昔から飲んでるんですけど、これはさっきで言うと WPC になるんだけど、味が本当に美味しくて安い、安い、うん、だからずっと飲んでる。本当ずっと飲んでるわ。ずっと飲んでる。もう学生の時から飲んでる。ずっと飲んでる。これもさっぱり系なんで、うん、こってり系飲みたい時とかは別のプロテインとかだったりはするんだけど、うん、基本的にはこれを。と今いろんなもう何百種類とプロテインが出てるから、ね、うん、あくまでまあ一つの参考としていろいろね試していく中で自分好みのプロテインを見つけるっていうのが一番大切です。ですね。ただね、まだ B レジェンド飲んだことないっていう人はぜひ概要欄にリンク貼っておくので、まあ、参考に見てみてください。はい、はい、今5つ紹介してきたんですけど、正しい知識を持って最大限筋トレの効果を上げられるように、はい、取り組んでみてください。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。はい、はい。